千歳市の道の駅に入る複数のテナントが新たな運営会社から今年度中の立ち退きを求められている問題で、テナントの関係者が営業が継続できるよう千歳市に対応を求めました。一方的に何も悪いことしてないのに出て行けと言われることが一番納得がいかないです。道の駅サーモンパーク千歳に入る飲食店の関係者5人は今朝千歳市役所を訪れ、道の駅の運営会社が変わる来年度以降もこれまで通りの影響が続けられるよう市の担当者と話し合っています。複数のテナントでは先週新たな運営会社から今年度中の立ち退きを求められましたが、現在の運営会社や千歳市から事前の説明はなく動揺が広がっています。道の駅を所有する千歳市は円滑な引き継ぎに向けて協議するとしています。